照明に火が灯りました。ナイトゲーム間もなくスタートです。マスカットスタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの7回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはタイガースの先発ガルシアがマスカットスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい。初球ボール、インサイド落ちました。北条抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている宮崎。前回のゲームは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか？ガルシア、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはガルシア、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターは3番の佐野。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。この回のガルシア4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい。さあ、次のバッターはどうなるか。引っ張った、セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。西さん、西さんにとっての理想の2番バッターというのはどのようなタイプのバッターになるんでしょうか？まあ、当然細かいこともできるといいんですけれど、しかし強打の2番バッターというのも魅力的ですよ。なるほど。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の東。どんな投球をしてくれるんでしょうか？近本が打席に入ります。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか？相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。アウトコース、ストレートが決まっています。空振りになります。あっという間に2ストライクです。チェンジアップは入りません。まあ、ここは狙いも決めつつ、それ以外にも対応する感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク。これが2球目。2球目打ちました。
レフト掴んで2アウト。3番バッター大山、2アウトになっています。初球ボール、変化球入りません。ボール先行です。アウトコースへ決めました。次が4球目、インサイド落ちました。大和が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。さあバッターは外、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球空振りです。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあ何を、痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、先制ホームランです。ベイスターズ、タイガース痛い一発を浴びています。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。タイガース先制を許します。1対0、相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。バッターボックスには5番梶谷、前回のゲームでは無安打に終わっています。タイガースこの回先制点を与えています。さあまず1球目、初球ストライク、インハイ決まります。ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウト。6番バッターロペス、ワンアウトランナーなしです。打ちました、痛烈な打球、切れていきます、ファウル。高めのボール球振っていきました。ノーボールツーストライク。スライダー外れます。変化球で空振りを取ります。バッターは7番に入っている大和、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。これが1球目、最初は変化球持ってきました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。
ルでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。変化球インコース、ストライクです。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、ライト弾く、それをフォローする。ツーアウトランナー一塁。8番バッターはキャッチャー伊藤。ベイスターズこの回先制となるホームランが出ています。インサイド変化球決まっています。投球がいいキャッチャーなんで、ランナーは慎重になってると思いますね。なるほど、そうですね。打ちました。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ値千金のホームランが出ました。1対0ベイスターズ先制です。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターはボーア。前回のゲームは猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。ええー、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。5番バッター中谷、2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。これが初球、打ちました。セカンド取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番北条。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、早くもツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。初球ストライク、キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間にツーストライクです。打ちました。これはどうか、外、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終了、1対0ベイスターズが1点をリードしています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。初球ストライク、スライダー決まっています。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか、打ちました。ファウルになります。またファウル、
打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。打順はトップに帰って神里。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ガルシア、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はストレート、決まっています。高め、際どいコース、決まっています。ノーボール、ツーストライク。打ちました。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックス、宮崎。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。弾き返した打球はライトへ。高山が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。1対0ベイスターズが1点をリードしています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。アウトコース、空振りです。高めのボール、センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か。初球空振りです。ファウルになります。低め。4球目は何で来るか。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って、先発のガルシアがバッターボックスです。まあ当然ですけど、出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。初球は何で来るか。初球ストライク。これは内へ外れます。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター近本。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。大和、二塁送球、セカンドホースアウト、スリーアウトになりました。ランナー出ましたが、タイガース得点はありませんでした。3回終了、1対0、1点リードはベイスターズです。4回の表、 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは佐野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える4回です。
さあ里崎さん、中盤1点差ですからしっかり抑えていきたいですよね。そうですね、この辺りからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。外れていきます。外外れてボール。引っ張った。ボーはアウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さてこの外、どういったタイプのバッターでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる頼もしいバッターですね。なるほど、そうですか。外は入っています。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。アウトコース外れました。これが4球目。低めボール。いい当たり。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。打順は5番梶谷。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたい。打ちました。糸原二塁を送ります。セカンドホースアウト。6番バッターロペス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ゲッツー崩れでランナー残りました。アウトコースのチェンジアップ。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。少し警戒しておきたかったですよね。いや、このピンチ見逃しで三振を奪いました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。1対0、ベイスターズが1点をリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。打順は2番糸原。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。この回でしょうね。そうですね。インコース決めてきた。ボールになります。
危ない球です。5球目は何で来るか。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。3ボール2ストライク。さあこれで決まるのか。打ちました。これはどう、破りました、センター前。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。バッターは3番大山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース同点のランナーが出ています。最初は空振りになりました。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これが3球目。アウトロー外れます。空振り三振、ワンアウトです。バッターは4番ボーア。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース同点のランナーが出ています。逆転のツーランホームランです。タイガース試合をひっくり返す大きな一発となりました。高めに浮いたストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。逆転に成功しました。この回のタイガース2対1になりました。力のある高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、今のバッティングご覧いただきましょう。リードを許していましたが、この試合中盤立場が入れ替わりました。バッターボックスには5番中谷。タイガースホームランで逆転しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。バッターボックスは6番北条。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール。インコース決めました。さあ3球目は何か。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。これが5球目。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。4回終わって2対1、タイガースが逆転しています。5回の表。里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか。まずは先頭バッターを出さないように注意して毎イニング投球したいですよね。はい、丁寧なピッチングに期待しましょう。さあ2球目は何か。緩いボールを持ってきました。
打ちました。ショートが取る。一塁送球します。アウト、ワンアウト。打順は8番伊藤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ガルシア、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースがガルシア、そしてベイスターズが東、この2人の投げ合いとなっています。アウトロー外れます。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。低めの変化球は決まりません。打ちました。糸原、アウト、ツーアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の東が打席に入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ボールになります。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、タイガースが1点をリードしています。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？緊張感のある、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。外れていきます。改めてお聞きします。バッターボックスの高山、バッターとしてはどういう特徴がありますか？持ち前の走力でシングルヒット、ツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですね。そうですか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボールになります。低めは外れました。さあ4球目は何か。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発のガルシアがバッターボックスに入ります。いや、前の打席はナイスバッティングでしたね。ここも狙ってほしいですね。そうですね。ファウルになります。次が3球目。
打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。5回終わって2対1、1点リードはタイガースです。ここまでのハイライトです。2回の表、この回の先頭バッターソト、2球目を捉えました。タイガース一振りで先制点を奪われます。4回の裏、ワンアウト一塁の場面、迎えるは4番ボーア。2球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで試合をひっくり返します。今日は非常にコントロールがよくストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。お待たせいたしました。マスカットスタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。 DeNA ベイスターズ、打順よく1番から始まります。神里がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガース1点リードで迎える6回です。インサイド落ちました。ヒットになった。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスには2番宮崎。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてこのところのベイスターズですが、ここまで3連敗、連敗は避けたいところでしょう。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ランナーを気にせず緩い変化球を続けてきます。打ちました。大きな打球になった。さあどうだ。中田に抑えてワンアウト。さあ同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには佐野。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。内への変化球は決まりません。ランナーここはスタート切りません。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめに行きたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。流しました。これはどう。三遊間抜ける。佐野ヒットが出ます。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。さあそしてバッターボックスには外が入っています。ここは気をつけたい打順ですよ。さあ得点圏には同点のランナー。まあリードを守っておけば終盤が戦いやすくなるんでね、ちゃんと抑えておきたいですよね。なるほど、そうですね。ライトへ持っていった。大きな打球だ。頭上を越えた。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズ追いつきました。2対2。タイガースさらに三塁二塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。5番バッター梶谷。タイガースこの回1点を失っています。
さあ試合を振り出しに戻され、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。3球目は何で来るか。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。次のボールが勝負ですよね。チェンジアップで三振狙うんじゃないですかね。なるほど、さあ何を選択してくるか。これは見送ってボール。レフトへ、ワンバウンドヒットになった。ホームへ、サードランナーホームイン。ベイスターズ勝ち越しました。3-2。タイガース、さらに三塁一塁のピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。さあそして打席にはロペスが入ります。さあピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。ここは三振を取りたいですよね。打ち上げました。取ってアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。釣り球、しかし誘いには乗りません。次が4球目、空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。3-2。ベイスターズ逆転に成功しました。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。バッターは近本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。次が2球目、引っ張った、取りました、アウト。際どいタイミングでしたが1塁アウトです。バッターは2番糸原。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。スライダーが決まります。これが3球目、スライダー決まってストライク。ワンボールツーストライク。打った、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは綺麗に流していきました。いや、ここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。打順は3番大山。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよ。インサイド落ちました。これはどうだ、東。2塁アウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。
なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。もうちょっと慎重に行ってもらいたいですよね。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。6回終了、3対2、1点リードはベイスターズです。これから7回ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。岩崎が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。そうですね、まあビハインドではありますけど、まだどちらに流れが来てるとも言えないんで、まあとにかくここは我慢でしょうね。その我慢から攻撃につなげていきたいところです。空振り。低め、落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライクです。緩いボールできました。打ちました。詰まりながらも左中間へ。この打球はフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の東がバッターボックスです。まあやはり好投しているんで、もう少し引っ張りますよね。そうですね。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って神里。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球から行きました。高め打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。ボールになります。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。さあ仕留められるか。打ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあここでベイスターズダイソーを送ります。桑原がファーストランナーに入ります。打席には2番バッター宮崎。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような。ファーストランナースタート。キャッチャー送球、タッチアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。3対2、ベイスターズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは5番、中谷。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。
東、まずは先頭バッターを打ち取っています。低めの変化球は決まりません。アウト、ツーアウト。バッターボックス北条、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね、今度はしっかり捉えたいですよね、そうですね。ツーアウトランナーありません。外に決まりました。ノーボールツーストライクです。ここは打ち上げています。桑原が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって3対2、ベイスターズが1点をリードしています。これから8回ベイスターズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号28、小野が3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは小野、今シーズン初登板です。ライト方向を流しました。ファーストの左抜けました。宮崎、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。さあここでベイスターズダイソーを送ります。柴田がファーストランナーに入ります。打席には3番バッター佐野、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。送ります。取りました。一塁へ、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか？最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。バッターボックスの外、今シーズン得点、左方向ぐんぐん伸びる、ライン際に打球が飛んでいる、レフト線フェアになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ベイスターズ追加点、4対2、タイガースさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。うん、そうですよね。コースとしては悪くないんですけどもね。終盤で大きな追加点を奪われました。からの追加点は避けないといけないでしょうね、まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。梶谷が打席に入っています。2球目は何で来るか、大きく外れてボールになります。ボール先行です。インコース低めのストライク、150キロ。このストレートは入りません。スリーボールになりました。外角低めのストライク。フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。さあこれで決まるのか。ストレート打った、セカンド正面、
掴んだ、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。ランナー進めてきました。ここで申告敬遠を選択、バッターは一塁に向かいます。勝負を避けました。タイガースとしては何としても抑えたい場面です。西さん、この状況どのようにご覧になってますか？まあ、三塁ランナーをね、一でも返さないということで、まあ、一塁ランナーを気にしない方がいいですね。初球から際どいコースをついてきます。はい、ストレートわずかに外れてボール。外れていきます。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。中継にボールが送られる。ベイスターズ追加点を挙げました。5対2、タイガースなおも三塁二塁のピンチ。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。ここで離されたくないですからね。さあこの場面で打席には8番の伊藤が入っています。大きく外れてボールです。ボール先行です。さあ3球目は何か、外高め決まってストライク。4球目は何で来るか、外れました。これで3ボール。外低め決まってストライク。さあフルカウント。さあこれで決まるのか。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ベイスターズ2点を追加しています。5対2、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。8回の裏、タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号14、石田が2番手としてマウンドに上がります。8回の裏、タイガースは代打を送ります。サンズが打席に入ります。タイガースビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ、やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。コーナーを攻めます。ノーボールツーストライク。次が3球目。内に持ってきました。インコースへ大きく外れます。
インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。8番バッター梅野、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。これが2球目。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスには代打の原口、ツーアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。高めに決まりました。打ちました。この当たりはどうか、フェアかファールか。レフト線を深く破るヒットになりました。ベンチの期待に応えました。ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター近本、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。次が2球目。高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。取って3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回終わって5対2 DeNA ベイスターズがリードしています。これから9回ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。望月が4番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい。これから9回、ここでベイスターズ代打を送ります。バッターボックスには代打の細川。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターはダイソーから起用されている桑原。ワンアウトランナーありません。インサイド落ちました。取った。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーを許しています。バッターは柴田。ここはランナーを得点圏に進めさせないようにしたいですね。なるほど、そうですか。まず何を投げてくるか。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。
たいですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。外角低めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。この球は見送ります。さあどうだ、右に切れてファウル、外へ持っていきましたが入りません。これでフルカウント。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー二塁はそのままです。ファウルボール、低めのボール打った、いいところに飛んでいる、掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5対2、 DeNA ベイスターズがリードしています。最終回タイガースの攻撃です。そしてベイスターズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。西さん、なかなか厳しい点差となっているわけですが、どういった攻撃が必要ですか。まあ今日は厳しいですけどもね、まあとにかくね、あのバッターは雑にならずにね、自分のバッティング心がけてほしいですよ。そうですね。2球目は何で来るか、高めに持ってきました。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか、打ちました、痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから、大事な場面だと思いますよ。うん、そうですよね。まあそして彼ならこのビハインドの中でもムードを変える力を持っていますからね、期待しましょう。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。低め、これは外れた。切りました、ファウルボール、これは手が出ないか、追い込みました。さあ5球目は何か、いい当たり、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックスには代打の福留、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。西さん、ゲームは分からなくなってきました。やっぱり最後までね、諦めないというところを見せてほしいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。初球ボール、これが2球目、外の低め見極めます。振りません、ストライク。これが4球目、またインコース、
連続で見逃してこれで追い込まれましたバッターの福留。よく見極めましたね。やはり選球眼のあるバッターですよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。フルカウントになります。外れてフォアボール、これはねバッターがよく我慢しましたよ。よく選んで出塁です。さあそしてバッターボックスには中谷が入っています。さあチャンスが続きます。もうここで詰めておかないと厳しくなってきますんで、ここもしっかりつないで得点してほしいですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。併殺狙い、インコースに攻めてきました。変化球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、抑えた、二塁アウト、アウト、これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。残念ながらタイガース敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、まあもう一息でしたね。まあもうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマスカットスタジアムから失礼します。ご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんようお書きになって